リオンとアンデです。イエーイ。今日はアンデとリオンの質問コーナーということで、インスタで質問をたくさん募集したので、それに答えていきたいと思います。せーの、どうぞ。2人が仲良くなったきっかけなんですか？まず事務所が同じなんですけど、リオは大阪で東京の友達があんまりいないということで、アンジェの友達を紹介して遊んだ時に初めて一緒にお酒を飲んで意気投合しました。はい。ただ2人前の媒体一緒だったと思うんですけど、その時とかはどんな関係性だったんですか？その時はそんな絡みなかったです。もともと小学校の時のキッズモデルが一緒やって、一応知ってるけどなんか別にそこまで交流はないみたいな感じ。夏入ってリオンが事務所同じところ入ってから仲良くなったみたいな感じ。仲良しでいるため の, 2 人, の2人だけのルールはありますか？一回意見を聞くとかじゃない？お互い意見が違うかったとした時は、アンデちゃんはこうしてリオンはこうするみたいな感じやし、ちょっとのこととかでも何でも言う。リオンどう思う、アンジャンどう思う、こう思ってるんだけどみたいな。んじゃあアンジャンこう思うから、アンジャン一回こっち行くからリオン素敵なんだよ。でもなんかお互いはそれでいいって感じやし、多分性格自体とかも似てるんやと思う、もうそもそもが、うん、2人が会う頻度はどれぐらいですか？ほぼ毎日じゃない。うん、電話めっちゃ掛け合うよな。電話の履歴見たら全部のラインリオンだった。お互いの好きなところ3つずつ教えてください。リオンより2個年上やし、しっかりしてるところがあるみたい な, なんかアドバイスくれる時がある。嘘。そういうなんかしっかりしてるところ、うん、お姉ちゃんっぽいところがたまにある。リオンと言わないとみんなアンジェポンコツだと思う。気が合う、ノリがいい、かわいい。かわいいな、リオンだ。4個言ってくれた。アンジェもまずリオンがしっかりしてるところ、予約系とかさ、うん、ちょっとめんどくさがりだけどね、じゃあリオンが電話しとくとか、リオンが取っとくとか率先してなんかお互いないところができるみたいな。はたから見たら同じ行動してるけど、お互いはストッパーになれてるみたいな。ほぼ一緒なんだよね、気合うってか楽、やりたいことがほぼ一緒。野菜スティック買うけど買うって言って、もうアンジェ持ってたわけ。着いた瞬間アンジェと同じじゃがりこと野菜スティック買ってて、全部買う、ラインナップ同じ。もう本当に全部一緒、ふっかるだから。アンジェがこれで遊びたいって言ったらリオンも遊びたい、だから一緒に行く、だからロスも一緒に行けるみたいな感じの、深く考えずに行けると、可愛いとこ。一緒。だから全部一緒ってこと。確かに、相思相愛ってこと。そんな仲良しすぎる2人なんですけど、喧嘩したことありますか？あります、1回だけ。なんかもう喧嘩の原因があって、そんででもたまたまテレビの収録が2人のやつがあって、なんで喧嘩してると目が見れなくて、もうちょっとなんか仲良くわちゃわちゃしてますからね。そうそうそう、変な空気に流れてるから、こっちの時は絶対お互い目見ないじゃんみたいな感じで、その収録の後、まあ一旦話し合いということでご飯行くみたいな。いやでもあれについてリオはこう思う、それもそうなんだけど、こうこうこうで2人ってこういう感じじゃんって、まあその意見も分かるわ、でこっちの意見も分かるわ、じゃあ結局向こうが悪いってなくて、じゃあまた仲良くやってこうって。でもさ、そうやって仕事のことで話せてるからさ、めっちゃいい関係性じゃない？そう、その喧嘩した時に仲直りする多分仕方が違くて、アンデちゃんは結構喧嘩したらもうシャットダウンするタイプで、無視みたいな感じ。こう LINE で話してて、アンデもこうこうこうどう思うってやって、その意見を飲み込まずに違う意見を言われたら、この人にこうどんだけ言っても分かるわけないから、もうその意見とかもどうでもよくてスタンプでって返す。言っても多分分かってくれないから、言うだけ無駄っていう思考になっちゃって、一旦これをちょっと冷やしておこうっていう感じの考えなの。でリオンは結構なんか最後まで話し合って終わりたいみたいな感じやから、だからそれで会った時にご飯行こうって言って、ここでリオンこういうシャットダウン系やったら多分もうなんか悪くなってると思う。なってるなってるなってる。だからそういうところでなんかお互いがバランス取り合ってるから、いい感じに仲良くなれてる。プライベートとかはお酒が入ってもそんな喧嘩になったりすることもない？喧嘩っていうか、お互い嫌なことやるの痛いとか、我に返る時が2人ともあったら、あごめんごめんみたいになるのと、ちょっと不機嫌になる時もあるけど、リオンはなんか多分積極的だから、あーじゃん仲直りしようみたいな感じで笑うじゃん。なんかもうそんな別に仲直りってこと喧嘩してないよって言ってんのに握手です。はい。
ってなって、もうみたいな感じで、なんか喧嘩してたやつみたいになっちゃうから、その仲直りしようがでかいから。リオンは機嫌悪いって、アンナちゃん結構そっとしてくれるよ、ね、うん、リオンになんかちょっと違う、なんか絡みしたやつに、え、それは違うからやめてとかちゃんと言う。保護者みたいになって、あ、そうなのみたいな。お互いちょっと、ま、守り合うっていうか、そうそうそう、違うことは違うよって言って分からせてあげる。次がお酒でやらかしたエピソード聞かせてください。やらかした、靴がもうあの破壊しちゃってて、もうそれで帰れないみたいになってて、石とか踏んだらもうダイレクトにこう足に来るみたいな感じの薄いスリッパで丸キュー入って、もう髪もボサボサだからこんなんだって、ヨングブーツ買って美容室に頭上げに行ったっていう靴破壊事件はなんかやらかしてんなって思いました。確かに。なんかリオンはやらかしたっていうか酔いすぎ、こけそうになりながらヨタヨタ歩いて、自分の家の鍵の前でこんなのって、あの早く入りたいのか、ほんで鍵バッチリ刺して回して一人の時とかも寄ってめっちゃやばい時、めっちゃ家の中がぐちゃぐちゃになってめっちゃ蹴ったりとかして、もういろんなところ、でもそんなに頻繁に遊びに行ってると思ってるんですけど、アンジャってマジでそんな行ってなくて、月に1回だけこの日遊ぼうってなってるよね。そう、それをドカーンって遊んでる。ほんでその大阪とかめっちゃ行ったりしてるのも2人とも仕事で行ってて、でも夜ちょっと時間空いてんねんから、せっかくやしちょっとだけそう、まあ、どっか行こうみたいな感じで行ってて、だから基本はイオちゃんのバーとか行ってます。てかイオちゃんのバーめっちゃ行った方がいいと思う。絶対行った方がいい。ここです、イオちゃんはここです、ここです、出しときます。ここですの、ここじゃん、バーここです。そう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 、確かに名前ここだよね。じゃあ最近買った一番高いものありますか？このシャネルのネックレスは最近の中では高いなって思います。ご褒美で買ったもん。はい、リオンは最近あんま物欲なくって、前ほど全然買ってへんけど、プラダのバッグを自分で買ったんじゃなくて、あの彼氏に買ってもらいました。2人のストレス解消法を教えてください。カラオケかな、バーで歌うカラオケがすごい好きで、なんか開放感あって、それがめっちゃ、しかも一緒に大阪ラバーとかよく歌うんですけど、うん、クリームのバナナだったり、うん、そういうのがめっちゃ楽しい。バナナナオーベイベー、また君のせいで、ナナナナオーベイベー、優しくしないで。アンジはでも買い物が好きかも。買い物がストレス発散になっちゃってるから危ない。確かに物欲爆発しそう、一人で買い物行った。アンジちゃんだって結構お金遣い荒いもんな。悩んだらとりあえず買って、買わなくて後悔がめんどくさいタイプ。最近2人でどっか行きましたか？アベノハルカス。そう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 。アベノハルカスでバーベキューしたくない。うん、したしました。めっちゃ展望台みたいなのってね、あの VR のバンジージャンプも2人でやってるね。今後どっか2人で行く予定のところとかありますか？あります。お祭り、ジェット、ビラ、海外。リオンはなんか2人でそのロス行った時にマジで楽しくって、だからなんかハワイとかそういう海外とかに行きたいなみたいな。もう海外マジで住みます。でハワイ、はい、またロスで、ラスベガス行きたいね。あ、確かに。もうロスでめっちゃ買い物とかしたい、もっとしたかった。なんか2人でもうちょっとお仕事いっぱいして、うん、いろんな、もっともっと夏とかでももっとしたいな。アンジたちの2人の企画をもっと増やしてほしい。2人でどんな企画したいですか？ウェブ表紙したい。あ、したい。とか、まあ企画とかでもどっか行ったりとか。いや、アンジ前も言ったけど、ウェブ試しとか怖いって。なんかそういうのも怖いよ、それ夜中になんか散歩するとかさ、なんか夜中企画なんでもいい。確かに。2人は関東企画も一緒で、うん、なんか楽しみにしてることありますか？でもなんか沖縄行くからすごい楽しみだな。前夜祭みたいな、何着ていくのさ、電話楽しくない？コーデの確認するの2人とも。じゃあ沖縄撮影地いろんなところ用意してるので楽しみにしててください。はい、ありがとうございます。今日も動画見てくれてありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。せーの、バイバーイ。